先頭から島川、一度下がって飯野、シンプルに酒井、見事2対0。いやーすごいクロスでしたし、まあ、これも岩崎同様にこうなんでしょうね、合わせるというか酒井うまく合わせたと思いますけど、今日これでチャンスメイク飯野2つ。そうですね、まあ、このボール素晴らしい。でこれも山村の最後にいながらボールが上がる時に中に入ってきてるんですね、酒井は、はい、でそこからこうすらすようなイメージで外に流していくような、ボールのこのスピードも素晴らしいですし、まあ、このヘディングもなんかプレミアみたいな感じですよね、はい、まあ、パススピードがあったからこそこう合わせて角度を変えるだけ、はい、